とね、こうなるとね、ダメなんだよな。ストップウォッチしか動かないみたい。ダメだろうな。これ。これでもヌーブだからね。なんだこれ。なんだこれ。こんな悪いことある？当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ちょっとこれはひどいぞ。久しぶりにこんなひどいのみたいな。そう、ヌーブファクトリー製4130ムーブメント搭載機のデイトナコピーです。そう、かなりひどい。ひどいっていうのよりもクロノグラフだと稼働しないんですよね。4130これ。うわ、4130だ。4130。4130。よかった。何これ。そう、異様に硬いんです。なんだろう、硬いっていうより渋いっていうか、ボタンが渋い感じ。で、まあ、テンプも動いてないっていうんだよね。なんかケースがダメな感じがする。ケースが動き出してる。テンプはなんか動き出しました。まあ引っかかりっぽい感じだよね。で、まあケースがダメっぽい感じ。動き出したんだ。ケースがダメなんじゃない？まあ一旦ムーブメントを取り出してみましょう。まあテンプは動き出したのでね、ちょっとケースの様子を見てみます。ほら、ケースがすげえ渋いな、これ。なんでこれ。これはね、ちょっと強すぎる。このケースはね、ケースがね、全然硬い。そんなによく振るな、振るなよ。まあ、たまにある症状、プッシュボタンが戻らないんですよね。もう戻りが遅いっていうのかな。なので、まあ硬くなる。オイルの固着とかなんですよね。まあなので、一旦かなりオイルを刺してあげますと、ほら。ね。リセットが来た。じゃあこれ。こっちめっちゃ来た。リセットは。スタートストップはこれ。方法としては、オイルをまず刺してあげるですよね。俺はまあ、柔らかめのオイルを刺してあげて、ちょっとね、オイルをなじませます。ほら。まあ、なんていうのかな、パーツクリーナーとかでもいいんですけどね、パーツクリーナーの前に、ちょっとこのオイルをなじませてあげて、固まってるオイルを溶かしてあげるようなイメージです。そう、だいたいなじんできましたね。うん、なじんできました。うん、馴染んできましたね。このこっち側、表側の方からもオイルを刺してあげましょう。で、かなり多めのオイルを刺してあげるっていうのかな。まずその固まってるオイルを溶かしてあげるんですよ。来てる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 。で、今この分だとオイルが多いんで、まずその動かすようにするんです。まずその固着を研いであげる。オイルをこう刺してあげて、まずはね、この固まってるオイルを溶かし込むっていうのかな。そうやってこう何回もやってください。少しこうなってきますから。
プスコ。ほらね、このなんていうのかな、プッシュボタンの中にオイルが入っていくようなイメージです。これね、よくこのよくあるんですよ、結構あるので。これを放置しておくとこのプッシュボタンが壊れますから、うん、だいたい戻りも良くなってきましたね。どちらにもかなり多めのオイルをこう なんていうのかな、穴にこう回し込んであげるというような感じです。溶かし込んであげる、こっち側もね、内側からもやっていきましょう。今かなり多くでオイル刺してます。もうオイルを刺すというよりはもう中に入れ込むような感じ。そうするとだいぶね、オイルが行き渡ってスコスコになってきます。ほら、スコスコになってきましたね。古いオイルだとかが固まってたオイルだとかが溶け出した感じ。おお、ほらいいね、スコスコになってきました。これで多分できなかったんだと思う。何度も何度もこれを繰り返しましょう。オイルを行き渡らせる感じです。行き渡らせる、溶かしていく、古いオイルを溶かす。そしてこの動きが良くなった時点で洗い流すんです。パーツクリーナーで洗い流してください。まあ、パーツクリーナーじゃなくてもいいんですけどね、まあ洗浄でもいいんですけど、要はオイルが多く入れすぎているもんで、余ってるオイルを洗い出してあげるんです。周りについたものとか余計な油ですね、それを一回取ってあげます。そうするとまたかなりスコスコに戻ってきましたから、ほら意外と結構これある症状です。意外とね、この4130でもなくても結構あるんだよね、この中華製のこのコピーでは。まあ売れ残ってたのを渡された感じだよね。まあ言っちゃ悪いけどさ、だいぶもうスコスコになりましたね。もうこれくらいになれば大丈夫です。オイルも行き渡りで、まあ余ってたオイル、余分なオイルですね、それも洗い流したので、またケースにムーブメントを戻して、多分これで動きます。多分これで動く。要はそのプッシュボタンの戻りが遅いもんだから、こうなんていうのかな、うまく機能してなかったんだよね。そんな感じがします。うん、きっちり動きましたね。いい具合だ、あとはまあ戻していくだけですね。この辺は7750も4130も同じです。スクランプに箇所止め。意外とこの4130の方が簡素にできてる感じですね。簡素にできていて、やはりムーブメント自体も薄い感じです。ちょっと一回バラしてみたいっていうのはありますね。で、まあ、きっちりまあクランプを戻してあげて、で、まあ、テンプはちょっと引っかかっていたような感じだね。4130はツインブリッジなので、ちょっとねこの辺の中華製のツインブリッジは引っかかる傾向にあります。クロノグラフは稼働してますね。いい感じだ。やはりケースだったんだね、ケースのプッシュボタンだったんだね。これはね、引っかかってたね。なんかね、引っかかってテンプにこううまくこのうまい具合に引っかかってた。久しぶりの4130でしたね。4130はやっぱりびっくりするわ。スタート、いけた。ストップ、セット、スタート。針の動き変だね。飲むな。針の動きなんか気持ちなくない？そんなもん。よーし、3日で動かなくなったって言ってたから引っかかりやすいのかもしれないな。そこちょっと
ということで今日は4130の4130搭載機の不具合っていうかね、まあ買って3日だそうです。買って3日で壊れたっていう、動かなくなった、うん、添付が不動になったのかな、うん、引っかかるんだねあれね、少しね引っかかる傾向にあります。4130もそうだけど、ツインブリッジは引っかかる傾向にあって、その辺がやっぱりかましくないところに時がある、うん、まあ、4130は高さの調整があるのでそこかなと思ってんだけど、うん、あんま触らない方がいい、あんま触ってない。でまああとはプッシュボタン、うん、これねよくあります。今回の4130に限らず、でも今回新品だからね、新品でこうだよ、4130だから相当高かったでしょ、新品でこうだからね、コピーってこのデータ楽ですから、高くてもね、ヌーブ製って言ってましたけど、まあ高くて売れないからその辺の在庫こうずっとあった在庫こうだって出したんだもんね、そんな感じだよね、そんな感じのねあの固着、うん、でまあ結構まあ使い込まれてるそのクロノグラフデイトナとかはね、よくあのプッシュボタン固着気味あります。あれによってクロノグラフが稼働しないっていうのはね意外とあるんですけど、買って3日だからね買わない方がいいよ。だいたいこのね相当高いですから、この4130ムーブメント搭載機は相当高いからね、あの買わない方がいい、その価値はな、まあ、ないですからね。まあ欲しい人は買うでしょうけど、これはいらないな買わないな。でまあオイル挿して、でちょっとオイル溶かし込むっていうかな、ちょっと溶かし込んであげて、でいっぱい動かしてください。江戸晴美じゃねえよ、これいっぱい動かして何回も動かして、でまあスコスコになってオイルたっぷりこう流し込んであるんだよね。で溶かしてあげる、前のオイルを溶かしてあげる感じにして、でまあ溶けてスコスコになったら洗い流すって感じ。最初から洗ってもいいですけどね、最初から洗っちゃうと、洗っちゃってもいいんだけどね最初から洗ってもいいんだけどさ、動くかどうか分かんなかったから、だからまあ洗い流して、でまあスコスコに戻りましたから、で引っかかりは分からんの、やっぱりな、引っかかる傾向にある。たまにあのねツインブリッジ、クローン系もツインブリッジなんですけど、あのツインブリッジ引っかかる時あるんだよね。何なんだろう、組んでないのかな、ちゃんと。いや最初はちょっと動いてたって言ったからね、まあ分かんないな、ちょっとまあ様子見て使ってもらって、うん、でまあ不具合出たらまたって言ってもね、4130ムーブメントはムーブメントでも高いですから、6、7万すんのかな、ちょっと高いからね、ちょっとまあ様子見て使ってもらってっていう感じですね。ってことで日々の作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらでよくアップしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。こういった修理依頼もインスタ、ツイッター、そちらでよくアップしております。受け付けております。そちらにねぜひメッセージ飛ばしてください。すごい待って待ってます、本当にかなり大件数待って待ってて、50件ぐらい溜まってるのかな、すごい溜まってて、でも順次こうねちょっとずつやってますから、メッセージ飛ばしてこれから返事来るまで待っててください。1ヶ月ぐらいしても延長に来ない場合はまたねメッセージ飛ばしてください。ってことで本日は4130でしたね、うん、見るといいねやっぱりね。ご視聴ありがとうございました。こっちに